はい、おはようございます。おはようございます。本日はですね、こちらに並んでます3型入ってきてるんですけど、はいはいはい、どれもあれですね、シンプルで非常にシンプルな無地の、僕が今かぶってる6パネルのキャップ、それと今アウトドアで人気のジェットキャップ、それと定番中の定番パケットハット、ということで3型入ってきてるんですけど、これ全てコーデュラナイロン、コーデュラナイロンを使用した日本製のキャップということで、コーデュラナイロンとは何ぞやということなんですけど、よく聞くんですけどね、まず非常に簡単に一言で言えば、ナイロン素材、あれの約7倍の強度を持つナイロンっていうのがこのコーデュラナイロンの特徴です。7倍、非常に、耐久性のある、素材っていうのはまず第一になりますね、このコーデュラナイロンの特徴としては、次が撥水性の高さ、コーデュラナイロンってこの裏面に PU 加工っていうのをしてあるんですね。 PU、ポリウレタン加工、何ですか、いわゆる、コーティング加工かな、これをすることによって雨とか水分を弾くということで、このコーデュラナイロン自体には防水機能は備わってはないんですけど、そういう加工をすることによって撥水性とか防水性が発揮されると。撥水加工とか防水加工にしやすい、加工しやすいベースの素材っていうのももう一つの特徴ですね。最後3つ目は軽量性、軽さ、あのね、僕この6パネルかぶってるんですけど、僕キャップよくかぶるじゃないですか。かぶりますね。でニューエラ好きでやってる、かぶってるんですけど、もうね、申し訳ない、もう軽さが全然違う。あっちがもうしっかりした重厚なっていうイメージがあれば、これめっちゃ軽いですよ。あ、そうなんですか。一見分かりにくいですけど、通常のキャップに見えますが、まあ全然違う、こんなにもあの軽さが変わると帽子のかぶり心地って変わるんやっていう、で帽子のその違和感がやっぱり軽さがあるんで軽減される。なるほど、なのでかぶっててすごく快適です。はあはあ、このコーデュラナイロンに関しては、安価ではあるんですけど、さっき言ったやっぱり強い特徴もあるし、っていうので、あの結構お求めやすい商品で、アウトドアなものに使われてるかなっていうイメージがあります。見えません、リュックでもコーデュラナイロンピッてついてるとか。ついてますね、ついてます。服でももちろんありますし、そういったところで今回うちはこの3型入ってきてるんですね。それぞれ3つ被ってみました。特徴としてはもうやっぱりこの6パネル、やっぱり深さちょっと欲しい人はこのタイプをお勧めしますし、やっぱりアウトドア好きな人にはこのジェットキャップがやっぱり一番しっくりくるんじゃないかなと思います。これはもう定番のバケットハットなので、女性とかにも使ってもらいやすいかなと。そうですね、あの無地でシンプルなやつは嬉しいんですよ、なかなか使いどころあるし、そう何色あってもいいかなっていう感じはしますね、はい、でもちろん洗濯も可能ですし、何よりももう一度言いますが、こちら3型すべてメイドインジャパン、日本製になってますので、安心安全の日本製ということで、はい、今回紹介させていただきました。お値段こちらのキャップタイプ、方々が3960円、こちらのバケットハットタイプが4950円となっています。よければ3型ともまた概要欄貼ってますので、はい、あのチェックしていただくか、ぜひともお店で被ってもらうのが一番なんで、やっぱりご来店お待ちしてます。はい、お待ちしてます。
それでは本日も弁天町にありますプロトコル大阪リーをお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。森田映画90秒コーナーです。はい、本日もお願いします。なんかもう恥ずかしさとかなくなってきました。普通になってきたんだ。はい、ですね、今回は夏休み映画として、ちょっと楽しみにしてました、ジュラシックワールド。ああ、出ますね。新たなる支配者ということで、シリーズ最新作にして、これで最後じゃないかと言われている作品ですね。あ、そうなんですか。うん、最後になっちゃうんですかという話ですよ。ただまあ、すごいドル箱映画なんで、ハリウッドのことですから、分かんないですけどね、どうなるかは。一応まあ最終章みたいなことで言われてました。なるほど。はい、まあ、早速はい行きましょうかね。お願いします。はい、用意スタート。はい、今回僕が紹介したいのはジュラシックワールド新たなる支配者ということで最新作を見てきました。まあ、前作が恐竜が人間の住む地域に逃げてっていうので終わって共存していけるかっていうので4年後が今回の話になるんですけど、まあ、共存はしてるけどやっぱり危険なことになってしまうっていうのがやっぱり当然のように起きてっていうところから始まるんですけど、このシリーズ、まあ、正直作っていくにつれもうストーリーはもう正直どうでもいいかなって僕は思います。もう簡単すぎる、悪いやつは悪いよ、いいものはいいよ、そしていいものは助けるよっていう非常に分かりやすいストーリーはしてあるんで、もうそこは抜いて、やっぱりこの映画の魅力としては画面の向こうやけど恐竜に出会える喜びですね。やっぱり恐竜嫌いな多分男っていないと思うんですよ。まあそうですね、うん、まあ、今回もやっぱり最新のスタッフ、最新の技術を持ったスタッフと最新鋭の CG ですか、もうそういうものをぶち込んであるので、もうすごいんですね、やっぱり生き物としての動きが。なのでまあもう本当に恐竜大好きな人ストーリー無視してとにかく目で楽しめる映画ですから、今回もぜひでかい画面で見ましょう。はいはいはい、っていう感じです。もうストーリーはね、もう、簡単なんですね。子供でも分かるじゃないかと、悪いぞ俺は、はいはい、よし助けるぞっていう話なんで、じゃなくてもやっぱりもう恐竜の凄さ、あれ気になりますね。人間世界と恐竜が共存、そうそうそう、していく、なんていうか、そんなね、そういう風景、何億年も前の生物と今の人間とで、できるわけないやんっていうところもあるんですけど、ずっとシリーズ見てたら分かる、ある恐竜と主人公との交流があるんですよ。まあ、そこはね、ちょっとね、最後グッと胸を打たれる感じ。それと、あ、ごめん、90秒の中で言わんかったけど、ジュラシックパークの方に出てた旧三部作に出てた主演の3人の人が今回勢ぞろいしてます。そうなんですね。同窓会のように、あ、かなり今お年もいってはるんですけど、その辺もね、シリーズ好きであればちょっと胸がグッとくるような、あ、ほんまにこれで終わらせるつもりなのかなっていうような気がするんですけど、多分僕あるんちゃうかなと。これ全部作、スピルバーグが今回も、あ、そうですね、制作総指揮は多分携わってるのはスピルバーグだと思います。多分スピルバーグの会社から出てると思うので、はい、監督もしてましたけどね、最初は、うん、なのでもう本当に夏休み映画やったなと、ちょっとずれてみましたけど、うん、夏休み映画、大作映画やなっていう、うん、堪能できた、そんな作品でしたね。まあ、見て損ないと思います、うん、はい、またよかったらいろいろ感想を聞かせていただければと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。